こんにちは、サブちゃんです。サブちゃんです。はい、ツイッターでは言ってたんですけど、今日メインチャンネルを、上げる予定で動画を撮ってて、でそれをね、今日はノアと一緒に全力で遊ぶみたいな動画を撮ってたんですよね。楽しかったのにね、ノノごめんね、ノノちゃん。そう、それでね、その時もう全力でこう楽しく遊んでたので全然気づかなかったんですけど、編集してて気づきました。今回の動画のボツになった理由は、私のパンツが見えてました。のんちゃんパンツ見えてたのね。はい、いやなんかちょっと今日今着てる服これじゃなかったんですけど、動画で撮ってた時はズボンはこれを履いてて、でこれがねすごく緩くて、それでパンツが見えてました。でもうのあちゃんが可愛かったから、どうにかあげれないかと思って、そのカットしたりとかモザイクをかけたりとかしてみたんですけど、やっぱりねこれはダメだと思ってお蔵入りになりました。なんかちょっと一箇所だけ見えてるとかだったらいいんですけど、なんかほぼ全部見えてたんですよね。なんかもう本当に自分がこのズボンをチョイスしたことがまず間違いだし、全然ね気にもせずに全力で遊んでたので、それがいけなかったんですけど、もう本当になんかねやるせない気持ちになりました。あんなにのんちゃん可愛く映ってたのにさ、見せたかったけどダメですね。ということで、明日私の YouTube のチャンネル1年目を迎えるんですけど、明日からはパンツが見えないように動画を撮っていきたいと思います。そんな感じで今日はメインの動画アップできなかったので、ぜひ慰めてください。 Thank you.